警と合流しました。まもなく現場に到着します。了解。二班に分かれろ。一班は戸田の確保、もう一班は遺体の捜索に当たる。シェンクーナスラも動き出している可能性がある。十分に注意してくれ。何です？残念だが風間隆吾は電話には出られない。これから逮捕されるところなんでね。君の身柄は警察が責任を持って24時間体制で守る。話してくれるね？僕は悪くないです。お願い、ねえ、前をすぐに分けてくれたじゃない。話せよ。それちょうだいよ。おい、こいつどうにかしろよ。クミ、役中が一人消えただけだろ。お前も共犯ね。戸田正人が全部吐いたぞ。素直に真空の情報を全て起こすんだ。Thank you.
もぐらがいます。確実に。なんだ。おっぱ、ヒデです。みんなに集合かかりました。Okay, thank you for your work. Bye. お疲れ様でした。さあ、誰も何も教えてくれないんですよ。つうか、昨日どこ行ってたんですか。いくら電話しても全然出てくれないし。どうなるんですかね、俺たち。龍吾さん捕まっちゃうし。ホッパ、俺たち東京湾ですかね。遅くなりました。おい。はい。行けよ、ほら。はい。行きましょう。みんな揃ったかね、孫君。はい。息子は無事釈放された。誤認逮捕。そうだね、孫君。警視庁には弁護士を通じて厳重に抗議いたします。じゃなかったら命はなかった。さてと、もう一つの問題も解決しなくちゃねえ、孫君。はい。この中にいる警察のモグラ探し。モグラを見つけ出したやつには何でも望み通りのものを与えるぞ。期待してますよ。俺がこの3年間どんな思いでシェン君に潜り込んできたか分かってんのか。おふくろに何も言わずに姿消して、何もかも捨てて、俺はこのチャンスに全てをかけたんだよ。不手際は謝る。すまない。ミセス工事を追って気がする。それしか真空の息の根を止める方法はない。